名古屋市東区の名城大学で開かれた名城大学杯将棋大会。2015年にこの大学の将棋部が学生日本一になったことを記念して2016年から始まった大会で、今回で6回目です。今日は小学生から高校生までの合わせておよそ180人が参加して、年代別に対局が行われ、将棋の腕を競い合いました。また藤井聡太七冠の師匠杉本昌隆八段らプロ棋士10人による指導対局も行われ、子どもたちは熱心に将棋を指していました。強くて勝ってたけど難しかった。目標にしている将棋の棋士っていますか？藤井聡太さんです。戦闘の対策とかを覚えていったんです。